いいぞ、いいシールド。ナイス。入金する前にちょっと楽しんじゃうか。ジャンプ打ち？これは、蘇生してあげるか？おお！待って、今行くぞじゃあ今回は話題の無料 FPS ザ・ファイナルズやっていきましょうか。赤い赤い、真っ赤や。もう顔が真っ赤になっとるわ。なんかほう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 。ひとまずまあちょっと射撃場で確認してからいきましょうかね。いろいろ MP5 ハンドガン、これ持てるんだっけ。違うどうしたの、急にボンベに対して煽り始めたんだけど、どうしたらいいこれ。あれ、なんか銃が消えた銃が消えたんだけど、おい銃どこ行った。銃バグったぞ。銃が消えたぞ。銃があれ、多分おかしくね、これ左から弾出てないか。おお、なん股間ワイヤーが出るようになったぞ。今度はあれ、今度は右側から弾が出ている。左の次が、あ、今回左から、なんだ、リロードするたびに、弾が出る方向が変わるぞ、これ。今、銃出てきた。あ、銃がある、ある、ある。あ、あるじゃん、銃。え、下見るとあるんだけど。これ、どこ視点になってるの、これ。何ボタンだろう。また煽っちゃった。ボンベに対してまた煽っちゃった。武器ないままだ。あった、武器。なんだ、これ。どうなってんだこれ。え、持ってすらいない。今度はどこから弾出てんだよこれ。スコープを見たいのに、この MP5 のスコープを確かめたいのに見させてくれないんだけど。なんだ、今度はなんかレーザーが出るようになったんだけど。だって次々に新しいのが出てくるな。割とパッドの操作感悪くないですね。クイックキャッシュ、金庫を見つけてキャッシュボックスを取り、キャッシュアウトステーションに運ぼう。まあお金貯めてお金を入金しに行けばっていう。なんかこれさ、あれだよね、ウォーゾーンのプラウンダーに近いよね、ルール。うん、最初はライトビルドしか選べない。こう、まあ、青い、今回青いなめちゃくちゃ青いな今回。うわー、顔がゲーミングフェイスカム。大丈夫これ、めっちゃカクカクしてる。ナイス。とりあえず1番あれを取ればいいんでしょ多分。今いるね下に。タップ打ちどうだろう。タップ打ちそこそこ OK。 おー、シールド。え、これめっちゃ強いやん。 AB って出てるけど、もう一枚あり。グラフィック綺麗やね。間違えて落ちたけど、もう一枚あり。ほら、ここ二人いる。やばい、これ逃げた方がいいな。で、ジャンプパッド？こういうことか。オッケーオッケーオッケー。やっぱエイムがあんまり合わないね。ちょっと。さすがに COD と同じ感度感覚にはならない。めちゃくちゃ。これなんかお金ゲットした方が良さそうだな。もう一枚？もう一人いた気がしたけど。ナイス？入金。どこに入金？これ COD の AW 思い出すな。ジャンプゲー COD 思い出すこれ。わあ、あ、こいつ硬い。え、なんか爆散したぞあいつ。オッケー、ワンダウン。で、左上。ラグ、めっちゃ角ついてる。やばい、ちょっとフレームレート10。フレームレートが10になってる。ちょ。やった。でも大丈夫。でも勝てる。この人が多分お金持ってるんじゃないか。ちょっと多すぎるなこれは。逃げれる。そこにすごいお金落ちてる。
味方が回復してくれてる。これはこのまま押し切るか。じゃあ OK、 やった。あ、敵の所持金見えるやんっていうか、今0円だったね。あの人、この人も0円じゃない。いや、シールド強え。めっちゃシールド強えやん、これ。待って、味方、2000、1万5000、1万5000持ってる。1万5000で、これで1万7000ゲット、うちら。6000持ってる、あいつ。6000、6000、6000、6000。5000、6000、6000、6000。6000、6000。おーおーおー、おいしい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 。1万円、1万円。いいぞ、いいシールド。ナイス。入金する前にちょっと楽しんじゃうか。ジャンプ打ち？たまにジャンプパッドジャンプしない。オッケー、20キルやん。圧倒的1万2000ダメージってことこれ。左の何？長州力みたいなのおるんやけど。でけえじゃん。でけえこのキャラ。オッケー、Kビルド。おお。まあ、近くにあるから2000円だけちょっと入れとくか。うわー、なんだこいつ。でもなんかこういう新しい FPS のルールとしては、ここ最近1年2年以内に出たやつだと面白いかもしれん。一番銃声は下でするな。えいやー、どう、あんまダメージ入ってないか。 OK、 いくら持ってんのあなた。結構持ってんじゃない。これは蘇生してあげるか。おお、ナイカバー。よし。ハンドガンが強いっす。ああ、そうね。重ビルドでラインハルトみたいなことして、プレが中ビルドで一生回復。うん。やっぱ、いわゆるオーバーウォッチみたいな感じだよね。一番、やり方としては。よし。うわもうわけわからん。真っ白すぎ。待って、今行くぞー。待って、RPG、RPG! おらーおらーおらー、やった。何やねん、これ。タレット置いてあるー。5000ドル、これで。逆転いけるんじゃないこれ。ほらー、逆転。よしよし、どうだ。え、いや、3万8000。入金してる敵。あー、でもね、感想としては、いや、めちゃ面白い。本当に面白いです。なんか、ここ数年出た FPS の中で、なんか、久しぶりに新鮮な FPS やね。なんか、これだけさ、ゲームの FPS ジャンルができきってて、それでもやっぱ、久しぶりにこう新しいルールというか、斬新な他にはないゲームルールだったから、そこはすごい新鮮だったですね。まあ、確かにサーバーだったりとかバグだったり、まあ、ゲームバランスも今後どうなるのかわからないけど、課題はいっぱいあるかもしれないけど、そうだね、なんか次世代機に向けてというか、次世代機の性能を限界まで使ってオンライン FPS ひとまず作ってみましたっていう感覚はするかもしれないですね。でも僕的に確かになんか、このゲームがベースになってさらに別のゲームになるような感覚がする。なんかすごくこう、次世代 FPS のベース的な作品な気がしますね、確かに。